皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は三日コロリ、あいあいししの7回目です。今日はここからです。それでは拡大して読んでいきましょう。まずこれは、可能の可という漢字を崩したもので、可と読みます。次は繰り返しの記号です。次はる。次は、おるという漢字を崩したものです。読み仮名を2文字続けて読んでいきましょう。おりと書いてあります。次は、し。これは、を。次は、時という漢字を崩したものです。この読み仮名も2文字続けて読んでいきましょう。とと木、時と書いてあります。次は、うるという漢字を崩したものです。次は、回るという漢字を崩したものです。読み仮名は、え。次は、可能の可という漢字を崩したもので、可と読みます。濁点がついていますから、がと読んでください。次は、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。時えがほ、時えがおと読みます。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。かかる折しを時えがお。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、春という漢字を崩したもので、すと読みます。これは、こ。次は、し。次は、ぽ。次は、ん。そして、とです。次は、志という漢字を崩したもので、しと読みます。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。丸がついていますから、ぽと読んでください。次は、ん。これは、助けるという漢字を崩したものです。読み仮名は、春という漢字を崩したもので、すと読みます。次は、け。そして、に。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。少しポンとしたポンすけに。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、おです。次は、先という漢字を崩したものです。読み仮名は、先。次は、狐という漢字を崩したものです。いっぺんに読み仮名を読んでみましょう。狐と書いてあります。次は、の。これは、と。次は、り。これは、生徒のと。つと読みます。これ
ればいいです。次は手。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。お先狐の取り付いて。お先狐というのは、九尾の狐のように尾が裂けている、妖怪の一種です。次はこの部分です。拡大して読んでいきましょう。まずこれは口という漢字を崩したものです。読み仮名は2文字続けて口。次は二。これは任せるという漢字を崩したものです。読み仮名は間。次は可能の可という漢字を崩したもので可と読みます。次はせ。次はたです。次は出るという漢字を崩したものです。読み仮名は出。次は放つという漢字を崩したものです。読み仮名は本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次はう。これは大という漢字を崩したものです。読み仮名は多いという漢字を崩したもので、たと読みます。濁点がついていますから、だと読んでください。次はい。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。口に任せた出放題。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。